何？全く分からなかったけど、もしこれが完成したら分かっても止められない。無敵のドライブ。もし決まれば正真正銘無敵のドライブだ。あ、バニシングドライブ。何をしたのかわからねえが、浮かせねえ。信じらんねえ。目の前から消えやがった。行かせねえ。なら力ずくで通ります。いきなり助けだ。バニシングドライブ。人が消えるなんてありえねえ。何か種があるはずだ。イカスカクソガキ。ガキじゃありません。このガキ。どうしたんだクロコ。早くドライブを。出したくても出せねえんだよ。終わりだ。まず動きは、あれは斜めに動くダックイン。人間の目は縦横は追えても斜めの動きに弱いんです。しかもクロコは人の視線を読み取る能力に長けているから、特別追いづらい角度で沈んでくる。思います。行け。バカな。一体な。目を切れたんじゃない、切れさせたんだ。消えた。なんやと。叫んだ。おい、ヒューガムだ。絶対取り返すぞ。ミスディレクション、オーバーフロー。タイミングがずれた。違う、オーバーフローの効力が切れ始めたんだ。クロコがドライブでペネトレートして、ヘルプが来て空いたスペースにパス。これが今までの基本パターンだが、もし敵がヘルプに来なかったら、クロコは自らシュートを打たなければならない。マジで消えやがる。これがバニシングドライブ。止める。おお、先手必勝。開始から攻めまくれ。バニシングドライブ。よっしゃ、クロコ。第1クォーター、
残り3分ちょい。あなたに全部あげるわ。だから思い切りやられてきてほしいの。もう一度戦って勝つために。バニシングドライブ抜いた。いや、見えてる。